あ、そうそう、拡大解釈の恐怖っていうのはね、結局その、やっぱ法学部出身じゃないと、拡大解釈の恐怖はわからへんのやろな。拡大解釈じゃ乱用したらあかんのよ、絶対。本当に異例のことやからね。だから裁判の判決でもね、なぜこういう拡大解釈をしたのかっていうのをちゃんと説明してはるから、裁判官がその裁判長しか、その判決にね、書いてあるからね。だから、その、用紙の方にしっかり書いてあるからね。だから、その、一般人が拡大解釈っていう用語は使わないかもしれないけど、事実上拡大解釈をしている。イエス裁判用語でしょって、裁判じゃないよって。拡大解釈は裁判用語じゃないけど、まあ、拡大解釈、類推解釈っていうふうに法学部で呼ばれてる法学用語や。法律用語や裁判用語じゃないけどね。法学用語や。やろ。微妙やろ。で、どういうことなんですかでしょ。学校で習うときに、この単語、こういう用語で説明したら便利でしょう。だからまあ、拡大解釈っていうか言葉を使いますけど。ってな感じやんか。類推適用っていう法律用語があるけどね。拡大解釈っていうのは文学部でも使うんじゃない？類推適用の恐怖でもピーンって来ないじゃん。ビンガーって来ないの。でも拡大解釈の恐怖でザーってくる場合が多いよね。大人になっていくに従い。結婚なんかしたり。まあ、恋人ができても拡大解釈の恐怖。何のことやでどうか知らんけど、とにかくうちがね、うちの登校は警察が監視してます。って言えば本当に監視してるねん。比喩ちゃうから。な、君らの比喩かもしれん。な、うち一応そ警察にもお世話になってるから。な。で、大物やから。だから監視されてるねんっていう説明面白いやろ。どうやったらいいの？だから結局、まずいやん、感じせんと、うちの投稿は。責任問題でしょ？という方もムカつくやろ？うちの責任問題じゃないからとか思って。うちにとっても責任問題やんか。警察にとっても責任問題やんか。危機管理に関してな。でしょ？やばいやん、うちの投稿見とかんかったら。な？だから、しゃあないから見てはんねん、証拠となしに、いやいや。で、説明もわかんない。今度警察が怒るな。怒らんかったらまあねえねんけど、どうなったらやろな。だから、世界中が見てるやんか。世界中の、責任階級が。な。権力者が見てようが見てないが別として、権力者が、おい、責任階級見とけ言うたら、政治責任階級がみんなしゃあなくなる。その政治責任階級のこと皆さん権力者って呼んでるのは、みんな権力者に踊らされ、権力者に騙されてるねんや。なんで政治責任階級のことを権力者って呼んでるんですか？なんで政治責任者が権力者なんですか？代議士は政治権力者じゃなくて、代議士は政治責任者でしょ？それをなんで権力者って呼んでる？その時点で皆さんの拡大解釈の恐怖がもう始まってたんですよ、実は。